ここからは2024年1月1日のお天気についてお伝えします。元日晴れて初日の出が見られるのか気になるところですが、はい、お天気いかがでしょうか。はい、この、ね、1月1日の天気、まだちょっと予測のブレ幅がある前提なんですけれども、はい、まあ、いわゆる冬型気圧配置に変わりそうなんですよ。でまずこちらをご覧ください。この24年初日の出の見えるかどうか、予想のマップになります。冬型に変わりますので基本的には、ね、太平洋側晴れるところが多いんですが、はい、その中でもこのバッチリ見える可能性があるとこういうふうに見ているのが東海から西のエリアですね。はい、その他のところ、まあ、可能性ありチャンスありといったところが、まあ、広く出るんですけども、日本海側やオホーツク海側に関しては雨あるいは雪の降るところもありまして、まあ、例年通りとも言えると思います。ちょっと難しいエリアがあります。で南西諸島も沖縄や、まあ、奄美沖縄本島を中心に見える可能性のところが多いんですが、はい、この中でですね関東なんですけれども、こちらにこれ1日の予想天気図です。で1日の特徴、まあ、低気圧が前日大晦日から発達しながら東の海上に離れていくっていうのが大きな流れなんですけども、低気圧の進行速度がですね今のところ予測モデルによって結構違いがあるんです。はい、速度が遅くなってしまえば関東など特に東側の方に雲ありますとね、初日の出水平線地平線の向こうで見えなくなってしまう可能性もありまして、関東エリアは先ほどの、ずとはいえですね、はい、まだちょっとブレがありますので、最新の情報にもまたお気をつけいただきたいと思います。はい、詳しいこの先のお天気もアプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。